どうもこんにちは、パンドラです。今回から新たに PS ビータ専用ソフトフリーダムオーズの実況をやっていきます。それでは早速スタート。はい、というわけでキャラクリやっていきましょう。まずは名前から、ここら辺は体験版と同じ流れだと思うんでサクサクやっていきます。自分の実況はストーリー等のネタバレをできるだけしたくないということで、カットシーン等も、飛ばしております。ぜひね、興味を持ったらご自身で体験版をダウンロードするなりしてやってみてください。本当に面白いと思うんで。フルネームでこのゲームはね設定するんですけども、ここら辺は体験版と同じくパンドラ・スカイウォーカーでいきます。ファーストネームが表示されるってことなんで、ダース・パンドラかパンドラ・スカイウォーカーか迷ったんですけど、やはりね、ここはジェダイパンドラ・スカイウォーカーでいきます。はい、あなたの名前の読みはパンドラ・スカイウォーカーでよろしいですか？はい、完璧です。この合成音声がまたいいんですよね。はい、というわけでキャラクリですね。男、体験版から増えてたりするのかな、パーツと。早速身長からですね。やっぱやる人によって違うと思うんですけど、こういうキャラクリのあるゲームで言ったら、自分の生き写しみたいなのを作る人とか、あとは、まあ、性別を変えてね、女の子キャラでやってみたりとか、まあ、人によって違うと思うんですけど、自分はできるだけ自分の生き写しでやりたい派なんですけど、どうもね、ゲームに出てくるキャラクターはイケメンが多くて、実際に自分の生き写し、顔までね、そっくりになったらね、萎えると思うんで、少々というか多少、いや、すごく美化してやっていきたいと思います。頭。このゲームは本当に細かく設定できるので、キャラクリ要素としてはもう、たまらん。満点に近い出来だと思います。神ですけど。頭の大きさ、4番。自分の生き写しって言っても、自分をそんなにね、客観的にこう分析したりしてないんで。長さ、首の長さ、太さ、首そんなに太くないもんな。4番です。腕は自分細いんで、ちょっと細めにしようかな。あんま細すぎると気持ち悪いよな。で、手は自分は本当に小さいので1番。足の長さ、ここでもさらにね、身長が微調整できるんですよね。胴、これで胴長短足の人も完璧に再現できる。素晴らしい。6番でいいか。これで次へ。さあ、いよいよ一番重要と言っても過言ではない顔設定からですね、やっていきましょうか。体験版でどんなキャラを作ったのか忘れちゃったからな。あれ、髪型を変えたいな。ちょっと待って、この素体だとあれだ。あ、でもいいか。このキャラかっこいいけど、やっぱ垂れ目がいいな。結局作って体験版と全く同じになったりして。髪型っていつ設定できるんだっけ。タイプ5。あ、やっと設定できた。細かくね、こうやって角度だったりズームできたりするんで、いいですよね。360度。髪型は後でも変えたりするのかな。あ、そうだ、体験版だとこの5番を選んだんだよな。やっぱこれが好きだな。
ショートヘアが好きなんでね。あ、これもかっこいいな。ちょっと待って、眉毛をもうちょっと調節したい。見えるようになったからな。いいね。あー、眉毛、これ重要だわ。眉毛で本当人のあれマロがある。眉毛で本当に人の印象って変わりますよね。自分は細眉じゃないからな。でも細すぎても嫌。太い、太めがあんまりないかな。あ、これ、これさっきと一緒か。これもいいけど、うわ迷う。やっぱこれでいこう。で、髪型はこれで OK。で、ヘアカラー。ヘアカラーは、黒をベースにして、で、メッシュ。黒すぎるかな。髪型とかは後で変えれる気がするんだけど、どうなんだろう。かっこいいじゃん。うん、これでいこう。で、眉、あれ？あ、そっか、眉カラーとか。これはもう、デフォルトでいいんだけど。あ、でも、ブローカラー、アイブローか。目。目は、ゴッドイーターでもそうでしたが、自分は緑系が好きなんで、緑でいきます。これでなんか体験版と同じような気がするな。結局自分好みってそうなっちゃうんですかね。このスキンカラーもね、豊富に用意されてるんで、地球外生命体も作れるんじゃないでしょうか。朝黒い。デフォルトがこれか？あれ？デフォルトはこれか。11番、14番。ちょっと日焼けしてるぐらいがいいんだけど。これでいいや、11番で。で、唇。唇はこのままでいいや。メイク。顎ひげはつけよう。これで。なんか、体験版と一緒じゃねえこれ。OK。で、声。聞くには、三角。俺たちの勝ちだ。助けを頼む。あらら、失敗か。援護を頼む。行け。こいった。この声選びも難しいですよね。なんかいいことねえかな。市民を救出した。少し休憩。セリフも三角。この一種類だけじゃなくて、さっさと出て、チャージ中。こんな感じでいろいろセリフも用意されてるんで。無事でよかった。美しい。ナルシストだ。もっと楽しませろ。ありがとう。じゃあ帰ろう。助けに来た。しけた面してんな。あ、これいいな。ちょっと12番キープ。これこそ待ち望ん。ほらほら。助かったよ。よし、無事だな。助けてー。体がなまるな。助かった。3番はちょっと3枚目。助かった。うっかり八兵衛ポジションのキャラだな、声だな。しくった。あら、すまねえな、すまねえな。しくった。7番かっこいい。7番か12番で迷うけど。手を貸せ。もっと楽しませろ。あ、ダメだ。
7番で。はい、所属 PT を選択してください。所属 PT はネットワークを介して行われる都市国家対戦であなたが所属する PT となります。これ重要。所属は当然宮崎で、体験版ではまさかのビリというね。あなたの所属 PT は宮崎でよろしいですか。はい、宮崎 PT の人と共に戦おう。いい名前ね。あ、ここで可愛いアリエスが登場しますね。あ、いい感じ、いい感じ。体験版でも思ったんですけど、このアリエスの目の下についてるやつ、なんか意味があるのかな。君ならできるかもしれないね。この戦いを終わらせることが、かわいい。この地上に変革をもたらすことが、戦いに苦しむ人たちを救うことが。女の子キャラもね、作ったら楽しそうですけど、まあ、このゲームはメインのキャラクターと、あとアクセサリーといって自分のパートナー、サイボーグみたいな、それを作れるんで、2回楽しめるキャラクリが。ほら、お友達が起きろって呼んでる。それいいですよね、男キャラと女キャラを1回で作れるっていう。あ、そうだ、大事なことを忘れてたよ。いずれ彼女が、で今回は一応キャラクリまでで、次回がアクセサリー作りと、あとチュートリアルをねやろうと思っております。また会いましょう。じゃあね。かわいい。はい、キャラクリも終わり、戻ってまいりました。気絶してたんですよね。ウィルオドライバー、このウーベというキャラクターいいな。お前のアクセサリーは言っちまった。腕の太さ半端ないですよね、本当。どうした。こういうキャラクターもいいんだけどな。一体何を言っている。カンニフェルススキャン終了。意識障害の。これ今喋ってるのがアクセサリーって書いてあると思うんですけど、ウーベのアクセサリーですね。お前また記憶喪失か。しゃあねえ、とっととこのボランティアを終わらせるぞ。この左腕に巻きついているのがイバラといって、このゲームでのまあ肝というか、これで高速移動したり、しっかりついてこいよ、回復させたり敵を捕獲したりといろんな用途に使えるらしいです。色も3種類あるのかな、赤と白、あと緑があるんですよね。なんで急に。気を引き締めていけ。腕が鳴るね。チュートリアル、まず敵アブダクタを。デフォルトだと×でダッシュで×で回避なんですけど、これ操作タイプいろいろ設定できるらしいので、まあ他の共闘ゲームみたいに R にダッシュを割り当てとかもできるっぽいですね。ちょっと今回はデフォルトでやって、次回は設定を変えて やりたいと思います。早速いますね。遅れてすまない。この TPS 風のゲーム最高。デフォルトだと L でエームして R で射撃になってる。そういうな。ザ・アブダクターを仕留めるぞ。おらおら、イバラ使って、イバラダイブ、ジャンプ。あれ、あ、そっか、今銃状態だと意味がない。どこに。やばい、体験版で結構覚えたと思ったんだけど。ドラッグダウン、これで倒したいと思ったけど、あれ誰かやってくれたのかな。 R ダイブ、ヨーダン切断します。 OK。 あ、素材があるぞ。資源確保。こんな感じでどんどん資源を確保していきます。ストーリーも気になりますよね。だからぜひ自分でやってほしいな、ストーリーは。よくあることらしいが、まあ、自分の実況はゴッドイーターズみたいにミッションをいろいろやっていく感じ。あとアップデートでインフラが追加されたらフレンドさんとの共闘プレイの動画も投稿していく予定です。最下層の豚箱行きか。ま、お前ならすぐに戻ってこれるだろうが。あ、そうだったそうだった。これで捕まっちゃうんですよね。まあ、このゲームは懲役100万年
が課されてて、いろんなボランティアをこなすことによって減刑されている聞くので、自由を目指して戦うという設定らしいんですが、懲役がなくなったらどうなるんでしょうね。第一階層からの再出発を命じます。ここら辺は体験場と全く一緒だな。お勤めに行きます。難儀なこったな。はい、独房に入れられました。ここが自分の部屋ですね。あれ、トロフィー社会不適合者、社会不適合行為懲罰通知、平時における5歩以上の自立歩行罪懲役10年、許可なく独房内で5歩以上の移動行為をしたため、平時における5歩以上の自立歩行罪として処断し、以下の懲役を科す。マジかよ。自分、そうだ、体験場の時は歩かなかったから分かんなかったんだ。こんな感じで、あれなんですね。どんどん、普段から気をつけないといけないのか。バンドラさん、あ、おはようございます。プロパ君来た。今回はここまでで、次回、アクセサリーのカスタマイズとチュートリアルをやっていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。スマホでご覧の方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからお願いします。